注意、一切つかまない、ダウンとかニュートラルコーナー、フェアでアグレッシブなフェイト、コーナー。出しましたダラス選手にはドーピンが贈られます。ケイワンカップがチームアンサーの田中です。今日は最後まで応援してくださって本当にありがとうございます。僕からガルパガンが成り上がってくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ケイワンジム蒲田チームアンサーのだるまです。試合振り返って練習してきたものボディストレートだったりをしっかり出せて自分のものにできたのかなと今はとても嬉しいです。嬉しいの一言です。はい、それでは対戦相手の哲司選手とは試合が決まって、試合前と試合後で何か印象違いなどはありましたでしょうか。試合前はやっぱ身体能力がすごい高いなと思って飛び膝だったりとかそういうアグレッシブな攻撃を警戒しててで実際やって、多分聞いてるのにずっともうこう自分の方に睨んでて気持ち強いなってのを、試合やって、思いました。はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。今後の目標は、自分は人生変えるためにリング上がってるんで上にこれから一つずつ勝っていって成り上がってだるまの名前を上げていきたいそう思ってます。ありがとうございました。